小さいなこれ、小さいな。さらに芋ネジ、小さいな。セットと このレンズ中もすっごいカビだ。なくなったぞ。暫停し。
何かにかかってるな。じゃない。あとないか。しようか、ここか。なんだか、なんだかここを剥がさないといけないような雰囲気だな、これ。ビスが逃げないようにこうやってドライバーの先に、磁力を与えてます。するとビスがくっついて作業がしやすかったりしにくかったり使い分けます。同じビスだ。もう一個あったはずだ。もう一個どこだったか、ここだ。このストラップ邪魔になるな。ストラップ行ったはずそう。これでビスを全部取ったけども、ここに何か隠してあるな、多分。I think they look.これしたら溺れるな。持ってくれよ、持ってくれよ。キッチンペーパーでくれた。ここに隠してありましたね、ビスが。これを剥がしたら、4個のビスが隠してありました。さあ、これでどこまで取れるのかな？やってみましょう。隠してたといえば、もう一つ。さっき上カバーを外したときに、なんと、ここ、ラバーの下、ここにビスを一本隠してました。
ね、ラバーを外さないと上カバーが外れないということですね。さあこれも外してみましょう。これでどこまで外れるのか。ちなみにこっち側はこういう状態ですね。これでも切れ目がないな。これをひょっとして前全部外すってことじゃないだろうな。なんかそういう気がしてきたぞ。外してみましょう。で、さあこれでどうなる。ああやっぱりね、これ一体になってるもんな。ちゅうことはこれ外れるんじゃないか。外れましたね。これが外れましたね。これを上に膜があるからいいか。おお、これでレンズが外れないか。まだ外れてくれないですか。ああまだ外れてくれないんだ。ちょっと待ってよこれ。ああこいつがこうこうか。なるほど、こいつと連動してるってことだな。こことこの出っ張りが連動してますね。OK。さあ、これが外れるのは、この2個、どうやらこの3個だな。これ結構深いところまで行ってしまいますね。ここは形があるので、マークしないでもわかるでしょう。これ硬い、意外と硬いぞ。これだけビスが違うのはどういうことかな。めっちゃ硬い、ここ
さないといけないと思うな。